イライラすることありますよねドリームクラフトのリフレクソロジストゆきかですもう些細なことでもなんかイライラしたり気持ちがぐーっと落ち込んだりしてすごく気が滅入ったりすることってありませんか高年期障害かなまあ確かに高年期障害の一つの症状かもしれません高年期障害って言うと 女性特有のものっていうイメージがありますけど、いえいえ、やっぱり男性もかなり高年期障害で苦しんでいる方いらっしゃいます。うん、えっ、ー、と足の反射区でうんいくつも高年期障害にこう触ってもらいたいなと思う反射区がいくつかあるんですけど、私は、えー、サロンのお客様で。 すごく高年期障害に悩んでいらっしゃる方ですごく気になってる反射区があるんです一つだけホルモンのバランスを整える反射区で甲状腺という反射区があるんですけど今回はそこの甲状腺という反射区を皆様にお伝えしたいと思います甲状腺というのはここここです 両足にありますこのラインにあるのでちょっと触ってみましょうはいそれでは甲状腺の反射区ホルモンのねバランスを整えてくれる反射区なのでちょっと位置を確認してみます。えと、ー、とねねここううやややって、ね、やっってててぱり目安としては親指をこうやって そらして、そうすると、ここです。ここにへこみができると思います。ここにね、こうやって手を置いて、真横にぐーっと引っ張ってください。ぐーっと、ぐーっとね。そして、親指のこのライン、このラインをこうやって上にぐーっと。 持っていきますこうしてででここうですこうすやってそしてここからまた上にグーッと上げてください。ねそれでクリームをつけてこうやって滑らせてグーッと持っていくのもいいですしそれから大きく取って。 このエリア全部もう簡単でこうやってね親指でこうやって滑らせてこうやって揉んじゃってもいいです。こう。でもここそれからこのラインここねこういう感じに甲状腺の 反射区がありますここが結構膨れていたりそれからここに詰まりがあったりそんな感覚が触った時あるかなーってチェックしてみてください。ここですここですすね結構痛いいと思いますよなのでしっかりと入れるとおーっときます。おーっときます ここ横だけじゃなくてねここのねラインに結構たまってるここねなのでしっかり入れたい時には真横にギュそれからここでまた上にグーッと上げますこんな感じです今回は甲状腺という反射区を触ってみましたね イライラしたりしてる時っていうのはやっぱりホルモンのバランスちょっと崩れてると思いますだからこの甲状腺のねこのラインをしっかりとお掃除してそして気分が楽になんかこうやる気がねうーっと出てくるようなそんな、うん、感じにホルモンのバランスを整えましょうね皆さんでやってみたいと思います でえー、と甲状腺のホルモンのバランスを整えるだけじゃなくて基本ゾーン、えー、と概要欄にあの動画の基本ゾーンの動画をつけておきます。皆さん見てくださいね。それと合わせて揉むとさらに気分が楽になりますよ。イライラさよなら。